で今日はね7月19日、今日は人参4本を使ってね簡単お料理をやっていく。ここからはちょっと変わり種というか作戦変えて全部を剥く。とりあえず何ピーラー部門はこんな感じで。ちょっと首が痛い。また細切り千切りにしていくと。はい、というわけでこんな感じで、こっちが千切り人参で、こっちが皮人参で、この2種類の人参でね焼く。一旦こっちはでもあのラップでレンチン。じゃこのごま油を引く。こっちも全部もう入れます。塩コショウ。じゃあここで一旦人参を落ち着かせておいて、でこの胸肉をね皮も食べる。明太子の残りがあってね、これを、はい、でここで砂糖を、でこのめんつゆを、はい、ちょっと今日はね斜めから撮ろうと思って。というわけで完成。人参しりしりレベル2。違うね。人参しりしり明太味。歯の矯正をね、もう本格的にやろうと思っておって。